男子決勝、頂点に立つのは成城2年連続の3冠なるか、それとも鹿児島商業雪辱の初優勝となるんでしょうか。最初のポイントは初の決勝進出、このファイナルのコートに駒を進めてきた鹿児島県の鹿児島商業高校のポイントです。鹿児島商業は河合さん、とにかくスピードですね。そうなんですね、もう超高速コンビネーションバレーですからね、このスピードで成城の高さを翻弄したいところですが、高い成城にはなんといってもこの人がいます、大エース石川祐希。いやもう山本さん、はい、誰もが認める高校ナンバーワンプレイヤーですね。そうですね、まあ、あのコースは拾えませんからね。昨年の春高 MVP、 2年連続三冠達成に大手がかかった成城高校の大エースです。一方鹿児島商業は今見せた河合さん、はい、最後への速い攻撃。そうです、今もね、あのセンタープレイヤー サウスポーの、ね、選手なんですけどもね、クイック時間差中心、はい、で今日は、ね、真ん中ばっかりで攻撃していると、はい、やっぱりブロックが、ね、成城高いので、まあ、サイドの速いのも強いと思いますね。もう成城はとにかく全員がスタープレイヤーなんで、それを全員バレーでスピードで翻弄していこうというのが鹿児島商業です。成城高校今決めたのがパワーヒッターの山崎隆也、この選手も山本さん、はい、もう破壊力という意味ではナンバーワンでしょうかね。もうね、インパクトの瞬間の音が全然違うんですよ。あ、そうですか。彼一人だけ、はい、ものすごいパワー持ってますね。パワフルスパイカーは今年さらに進化をしてきました。鹿児島商業はサウスポーセンターのクロスへのトスが少し合いませんでしたが、結果的にしかしポイントになってきました。いや、立ち上がりに川上さん、鹿児島商業もいいんじゃないでしょうか。いいですね、今のもね、サーブレシーブがね、しっかりね、セットに返って、はい、攻撃出てますからね、ちょっと合わなかったですけどね、しっかりあのセットに返ってます。得点に仕掛けてますからね、それができなくなると厳しいですよ、はい、センター線1枚マークでしたが、ワンタッチは取りましたが、そのワンタッチを弾き飛ばしました神谷勇輝です。無名の中学時代から高校3年間でスター選手になった選手です。この選手が川合さん、実は今一番のポイントゲッターにもなってるんですね。成城の実はね、もうね、あの石川、山崎ね、武智、この3人だなんて言われてますが、はい、意外とね、彼の番長ですよ、もう相当ポッとしてますからね。誰をマークしていいか分からないというのがこの成城高校の凄まじいところでもあります。山崎のサーブがアウトになりました。鹿児島商業高校にポイントが入っています。初優勝を狙う鹿児島商業高校です。3番のサウスポーセンター黒瀬のジャンプクローターサーブ、流れからディークいっぱい一番だけど、いや、川口がしかし素晴らしい反応でこれをすくい上げてバックアタックにつなげていきました。リベロ川口ファインプレー。昨年のベストリベロ、インターハイでは3年連続リベロ賞を取った川口ですが、実は鹿児島商業のリベロもインターハイのベストリベロですから、川口さん、どっちのリベロは耐え切るか。はい、どっちのリベロはね、相手のエースのスパイクをね、もう拾うか、それに勝敗かかってかかってると言っても過言じゃないかもしれませんね。こちらは鹿児島商業のリベロ大浦坂、両方のリベロはともに夏のインターハイのベストリベロでもあります。迫田のサーブです。石川が拾って流れからビークイック、この神谷で得点を取れるようになったのが山本さん、はい、今年の成城の大きなポイントですね。そうですね、本当にあのサイドにブロック固まりがちなんですが、そこで真ん中でしっかりと切りますからね、はい、本当に今一番伸びているというふうに監督が話をしています。サイドアウトの繰り返しで5対5、ビークイックを使う松島。鹿児島商業も中から攻撃を組み立てています。山本さん、はい、どうぞ。山本さん、どうぞ。はい、あの正常釜なんですけども、とにかくいつもと同じ雰囲気だなという感じなんです、はい、で、あのこのメンバーでできるのも最後なので寂しいけど嬉しいという思いなんですが、鹿児島商業かなりコンビをしてくるので、はい、サーブはきつく受けという指示が出てますね、はい、そのコンビは川崎さん、鹿児島商業使ってますからね。今指示は多分出ててもね、やっぱり決勝ですよ、はい、両チームね、切り返して鹿児島商業な、このままですね、サーブがちょっと緩いですよ。両チーム、そうですね、さすがやっぱり決勝だけあってね、ちょっとなかなか強くまだ打ててない、さあこれ2本目ですからね、はい、彼はこの2ポイントリードした鹿児島商業ですが、いやこれは崩されません。石川しっかり拾って上からです。こうなったらね、全部上から行かれちゃいますからね。ですから、あれはもう仕方がないというふうに思うしかないんですかね。そうですね、上からのやつはもうしょうがないと思って、あとは落としてきたやつをしっかりと仕留めるかっていうところが鍵ですね。345センチの最高到達点は実は山本貴弘さんと同じ最高到達点という石川です。しかし鹿児島商業も真ん中から来ました。僕より高いですよ。あ、そうですか。さあ、8対6と最初のデグリカルタイマーですが、鹿児島商業リードでたどり着いています。
我慢ね、我慢、我慢。大記録がかかる成城高校、場内の横断幕の横にはユニフォームをモチーフとした28人分、選手スタッフ全員分の手作りのキーホルダーがあります。これは今白血病と戦っている山口県下関市の中学校2年生吉田新君が送ったものだそうです。去年の成城の優勝をテレビで見て成城の大ファンとなったという吉田君、その吉田君のお兄さんが弟を勇気づけたいという思い一心で成城高校を去年の9月に訪れたところから、その吉田君と成城高校との交流が始まりました。選手スタッフ28人、そして29人目の成城高校のメンバー、病気と戦う吉田君のためにも成城には負けられない理由があります。素晴らしいラリーになりました。病気でこの回復を待つ吉田君のためにも成城高校には負けられない思いがある。山崎隆也のブロックポイントが出ました。この選手が今年センターブロッカーとしても実は竹内監督は起用して、このブロックの部分が川井さん非常に進化しました、そんなに器用な動きはしないんですが、でも意外といろんなところできて器用なんですね、はい、横の動きは実はブロックに対しては非常に速いんだというふうに竹内監督は山崎に対しては話をしています。竹内です。いやワンタッチにかけて鹿児島商業が切り返してきました。津田2年生 WS の1人です。もう1回津田に託してきます。ブロックアウト、ブロックアウト。この7番の津田大地、そして4番を背負っている迫田大志、この2人は去年1年生の高速ダブルエースとして名を轟かせました。その2人が2年生になって挑む成城高校へのリベンジマッチでもあります。その1人2年生の津田が決めていきました。9対7、竹地に対してブロックワンタッチにかけていますが弾き飛ばしていきました。あとは山本さん、はい、石川の体格に今年は入っているこの竹地の攻撃力の向上が成城の躍進をさらに支えているんですね。本当ね、スパイクもね広角に打てるようになってますから、今のライン打ちなんですけども、はい、通過点高く打ってますからね、はい、そうそう止められることないですから、いい感じですね、はい、石川の体格には4番の竹地とイエースがいますが、ここは神谷強烈な打球です。今年の成城の強さは石川がマークされていく中、このセンターの2番の神谷で点を取るというスタイルが確立したところにあります。川井さん、中学校時代は実は無名の選手だったというこの神谷なんですが、そういう人いるんですよね、大器晩成とは言いませんけどもね、はい、身長がね、急に伸びてきていい選手になるって、やっぱ高校生ぐらいもいますからね、まだまだなんか体型的には2番の、ね、神谷の身長伸びそうですよね、はい、森さん、はい、神谷選手がね、非常に伸びてるんですけど、はい、準決勝から決まらない気がしないというほどかなり好調で自信を持ってますね。確かにそれだけの決定率残してますからね。ですからこちら徳重監督が率いる鹿児島商業も誰をマークすればいいかという中でのこの決勝戦でもありますが、去年もおととしもしかしこの成城高校の前に涙を飲んでいる鹿児島商業です。切り返して縦のビークイックを使ってきました。この切り返しが山本さん、はい、鹿児島商業のパターンですね。そうですね、しかも今の攻撃でこの試合 100% 決まってますから、やっぱりあの左利きに対しての対応ができてませんね、はい、まだね。サウスポーの センター3番の黒瀬ですから、こうセッターの今決めたから後ろ側から来るクイック攻撃を一つメインにしているプレイヤーです。中根に返して神谷、タッチネットか、タッチネットがありました。また鹿児島商業が1ポイントリード。森さん、はい、あの鹿児島商業なんですけども、昨日の試合が終わったのが遅くてですね、疲れが心配されていたんですけども、はい、選手たちはもうここに来るためだけにやってきたので疲れは全くないですと、日本一を取る雰囲気になっていますというのを力強く語ってくれました、はい、という鹿児島商業サイドは大山香菜さんのリポートです。まあ、今年は決勝までいかないと成城とは当たらない組み合わせに鹿児島商業はなって、成城と当たらずして鹿児島には帰れない、その思い一心でやってきました。
去年のインターハイも今年の去年の春と元年のインターハイも成城の前に敗れている鹿児島商業、対成城戦は通算6戦全敗という鹿児島商業です。山崎のパワーサーブが外れてアウト、どうでしょうね河合さん、ここまでの両チームの展開、どっちのペースと見ますか。もう両チームで崩れてないんですよね。まだですか。ミスゼロじゃないですか。あ、はい、確かにそうですね。本当まあ、試合としては、ね、はい、もうパーフェクトな試合、まあ、立ちネットが1本あったぐらいです、あとほとんど、ね、はい、まあ、攻め合いで両チームが攻めた時に勝っているという状態ですからね。がっぷり寄せにふさわしい、これ好ゲームになってますね。なってますね。このメンバーで日本の中で最も戦う時間長く取ることを許された決勝に残った栄光のチームの顔合わせです。さあ4番の迫田、この4番の迫田と7番の津田が去年からダブルエースとして活躍してきている鹿児島商業、しかし去年まではどうしても立てなかったファイナルのコートに今年史上初めてついにたどり着いてきました。その迫田のジャンプクォーターサーブ、中根に返して時間差です。神谷が D に飛んでその後ろから石川が舞い上がってくるというこのパターン、高さ見てください、ブロックも全部強めですよね。でもやっぱり神谷君が今まで機能しているので、石川君に対するマークあんまりいけてないんですよね。 あれもどうしていいかちょっとわからない、ある程度どっちか絞るしかないですかね。もうそうですね、かけるしかないですね、はい、ここは鹿児島商業のセンター6番松島のプッシュでもあります。石川君をマークしてもね、上から打たれてしまうのでブロックがね、はい、マークするという潰しようがないんですよ、なかなかね、だったらセンタープレーヤーの神谷君とか、はい、まあ、コミット、まあ、山をかけたブロックね、はい、で潰していった方がこの先いいかもしれないですね。しかもレセプションが崩れていないというこの成城高校、ちょっとネットに近いトスでもあったんですがうまく処理していきました石川祐希です。入学時は183センチだったんですけれども191センチまで伸びて、川合さんまだ伸びてるそうです。あ、いいですね、195、6ぐらいまでになってほしいですね。でこれからまだこれ横幅がついてくるはずですし ね、 そうですね、まだまだ未完成であるところが石川の魅力でもありますが、いやしかしこちらの打球も破壊力があります。鹿児島商業6番のセンター松島俊太です。ここでピンチサーバー11番の3年生カリアが入ってきました。この11番のカリア、あとベンチメンバーに1人西という選手がいます。この2人のピンチサーバーが出てきて流れを作るというのが鹿児島商業の今年の一つのパターンでもあります。ベンチではアナリスト役も兼ねているというこのカリア、狙いどころは分かっているはずですか。石川を潰そうとしますがその石川が潰れない。もうね、レセプション前ですしね、そこからの攻撃もしっかり助走を取ってできるでしょ、はい、これもう将来本当楽しみな選手ですね。バランスはいいですね、はい、2020年は25歳の年で迎えるという石川、これ間違いなく日本の期待を一身に背負っていく選手ですね。しかしここは正常のレシーバーを引き伸ばしていった鹿児島商業の2年生エース津田大地の素晴らしいスパイクが出ました。16対15、2度目のテクニカルタイムアウトも鹿児島商業わずか1ポイントですがリードでたどり着いています。1番入る、 OKOKOK、 休憩、ここからワンチャンやしろ、ワンチャンだけ、5番の前の時はもう全部外していくんですけど、こんな説明ないからね、左に下とか右手とかに2枚とか2枚とか、ストレートプッシュだ、ストレートプッシュ、鹿児島商業は去年準決勝で成城と戦いました。その時センターコートを経験したレギュラーがリベロを含めて5人残っています。このパワースパイクを決めた7番の津田大地も去年ルーキーとしてそのコートに立っていました。つまり直接正常に敗れた悔しさを知るメンバーがそのままコート上5人残っているという鹿児島商業、今年も負けるわけにはいきません。初優勝を狙う鹿児島商業、がっぷり四つの展開でブロックポイント。平均身長ではおよそ6センチ下回るという鹿児島商業がブロックポイント。
鹿児島商業ちょっと身長はちっちゃいんですけども、ブロック飛ぶタイミングがものすごくいいんですよね。そうですか。ないと思ったところに打つと手が出てくるような感じなので。あ、なるほどね。となると、いや、しかし同じところを使ってきました。いや、ね、山本さん、同じところを使ってくるのがね、まあ、1本止められても次はしっかりと決めるというね、強い精神力を持ってますね、はい、決めていった竹地。小学校中学校と全国大会で戦った今はチームメートの中根と石川の凄さを目の当たりにして、愛媛から日本一になるためにこの成城高校に入ってきた選手です。サーブで崩してダイレクトは、さあ神谷、がっぷり四つの展開です。川合さん、まあでもやっとサーブで崩せたかなってことですね。そうですね、いい戦いになってますね、はい、鹿児島商業の方がレセプションはより生命線になっていますが、そのレセプションをしっかり返して、さあ中に潜り込んできて7番の津田、これ選手間差が OK ですね、これをずっとやってる、やれてれば、はい、鹿児島商業のペースになってくるんですよ ね、 そうですね。この時間差攻撃、そしてその間に来るセンターのクイック、さらにはサイドへの速い平行、そのあたりを軸に鹿児島商業は攻め込んでこの決勝進出を果たしてきました。打球の破壊力は凄まじいものがあります。成城高校4番の竹地、まあ、入学当初はその石川たちに出遅れを取っていたと認めている竹地ですが、2年生の夏前から急成長してきて、そこから無敵の成城時代が始まってきました。リベロ大浦坂しっかり返して D クイックを使うが、こちらも川口だ。川口スーパーレシーブが出ました。しかし大浦坂も見事なコスを見せた。もうリベロ対決です今のね、両チームのリベロのファインプレイ、スーパーレシーブの川口。川口これほぼブロックない状態で ね、 ですね。そしてピンポイントトスアップの大浦坂、見事なリベロプレーでした。このリベロが川合さん、どっちがこらえるかですね。いやもう両方ともスーパープレーですよ、あの鹿児島商業の、ね、浦坂選手もね、簡単なように見えて難しいアンダートスを上げたんですよ、まあ、最後ね決めさせましたけども、迫田のピンポイントところに上げましたからね、共に夏のインターハイ優秀リベロでもあります。どっちのリベロがこの試合制覇して、どっちが日本一にたどり着くんでしょうか。ピンサーバー西が入ってきましたが、これはエンドラインの向こう側になりました。ただこの西、そして先ほどコートに一旦入っていたカリア、この2人のベンチ陣が陰からチームを支えてきたメンバーでもあります鹿児島商業高校です。19対19、竹地のサーブ、うわー崩した。このサイドの大林さん、はい、この竹地の成長が本当に大きいと思うんですが。そうですね、彼自身はね、僕は石川山崎選手の引き立て役なんだということをずっと言ってたんですけど、今日は本当に集中して頑張ってくれてますね。そうですね。さあこのサービスエースが決まって、鹿児島商業がタイムアウトです。いいよこれでいいよ、しっかりこっからの勝負。全部取って、全部取って、高校バレー史上前人未到の2年連続3冠6冠達成に挑む成城高校です。昨日の勝利で実に対高校生の公式戦98連勝、今日99連勝を飾れば史上初の6冠達成です。竹地のサービスエースを決まらせない、ラストボールを返しました。チャンスボール成城高校が返りません。竹地のサーブで崩し始めました。このセットは竹地のセットですね、攻撃サーブ、大事なところこの竹地君がね、全部あの決めてますね。絶対に返したいこの竹地のサーブ、鹿児島商業高校はどう対応するか。なんとかセッターのコンビを使えるところまで返しましたが、ブロックポイントだ。やっぱり中で攻めちゃうとあれですね、読まれちゃいますね、はい、ここは完全に3枚マークが集まってきました。鹿児島商業を立て続けにタイムアウトを要求しました。我慢勝負どこしかなくてなくて仲間と、はい、よいしょ帰んな、楽しく楽しく
互角の攻防を演じてきた鹿児島商業ですが、コートサイドの大山さん、はい、ここですね、鹿児島商業は。そうですね、でも鹿児島商業の選手たち、本当タイムアウトも選手たちだけで話をしていますし、コートの中でも本当に選手たちだけで、プレーをしていますので、とても心強いですね、はい、まとまってますか。はい、とてもまとまっています。竹地のサーブがネットにかかりました、しのぎました。まだ2点差です。この鹿児島商業のサーブ、大橋さん、大事になってきますが、軽く入れとけばすごいスパイク打たれるし、思いっきり打ってミスもできないしね、どうするんだろう。石川がフロントにいます。ちょっと見ました。石川の高いところからの打ち下ろしがやってきました。3枚マークものともせず、山本さん、はい、本当に凄まじい高校生が出てきましたね。そうですね、高さありますし、幅もありますから、今3枚止めてもその外側ですからね、3枚ブロックのクロス打ってくるって言うんですから、すごいですね。リリーフサーバー13番の北山が入ってきました。セッターに対して時間差です。あ、その時間差を途中から入ってきた滝沢が拾って、そして石川が25点目に向かって抜けては、この石川でゲームを作ってくるか。絶対王者成城高校、2年連続の3冠達成まで、6冠達成まであと1つと迫ったこの試合です。まずは第1セット、セットポイントをつかみました。時間差です、鹿児島商業です。鹿児島商業はこの時間差を川上さん、どれだけ繰り出していけるか。そうですね、 B ダブルっていうんですね、 B のちょっと、 B クイックのちょっと後ろで打ってくる、これをね、常に決めるにはね、常にセッターにね、レシーブ返さなきゃいけないんですよ、はい、鹿児島商業辛いですよね。やっぱ高く上げておいて、石川君みたいにでかーく打ってくれる人いませんからね、さあ25点目は石川で来る。最後のラスト3ポイントはいずれも石川で仕留めた成城高校です。大偉業、2年連続の3冠達成まであと1つと迫った成城高校、第1セットを取っています。前人未到の大記録、史上初の2年連続3冠達成、6冠まであと1つと迫った成城高校の決勝戦、まずは第1セットを取りました。しかしその成城高校の前にずっと涙を飲み続けている過去6戦全敗の鹿児島商業高校、今年こそはの思いで初めての決勝に立ち上がってきました。その決勝で迎える成城へのリベンジマッチでもあります。第2セット、石川のパワーサーブだ。飛ばしましたね。早すぎてね、アウトが、まあ、アウトなんでしょうけどね、判断する頃にはもう自分の体が当たっちゃってますね。去年もこの石川のサーブを河合さん、ほとんどのチームが返せなくて、これすごいサーブですよ、ただここはなんとか返して、少し苦しいところだったでしょうか、1年生の薬です。竹千葉、リバウンドを拾い直しました。攻撃を組み立て直して、石川のバックアタックはアウトになりましたが、ただ山本さん、はい、竹千葉にあれをやられるとちょっと嫌なものはありますよね。そうですね、本当にシャットアップされないように、しっかりとリバウンドも もらえるようなレースで判断してますからね、バックアタックがアウトで、なんとか一つ救われた鹿児島商業でもあります。第2セット2対1、中根から竹千葉、打ち直してきました。いいですね、2セット目入ってもね、森さん、はい、正常なんですけれども、竹内監督から特に作戦の指示はなかったです、はい、ただ切り替えて1セット目と思うということと、サーブで攻めるということだけです、はい、選手の口々からはとにかく楽しんでいこうというすごくいい表情で ね、コートで声を出しています、はい、6冠を目前にした思いというよりも、このメンバーで戦うのが今日が最後なんだと、その思いの方が強いですと正常の選手たちは口々に話をしていました。ただその正常を倒すためにここまでやってきた鹿児島商業、サウスポーセンターのクロスのクイックが決まりました。これ有効ですね、見てください、肩1個違うでしょ、はい、やっぱりサウスポーだとね、あのあたりがね
ちょっと違うところブロック飛んじゃいますよね。これやっぱり右腕から打たれるのと左腕から打たれるの肩1個分の違いというのは相当違うんですか。今から来ますって分かってればいいんですけど、どこから来るか分からなくて、あ、急にシーキックだと思って、飛ぶと、まあ、普通右肩の方に飛んでしまうんですよ。相当サウスポーが今から打ってくるよっていうのを頭の中に入れておかないと、なかなかね、サウスポーのクイック、特にクイック早い攻撃をブロックするのは難しいですね。はい、そのサウスポーセンターを一つ軸に使うという手も鹿児島商業はありますが、そのクロスに使えるボールは返したぞ。しかしワンタッチで神谷が一人でブロックにかけました。ネットに近いところ、武志が押し込んでいきました。これもシークエットを使う、徹底してそのサウスポーセンター、クロスにまずは第2セットボールを集めてきていますが、それを切り返して打ち切っていったのは武志です。いや、このサイド大林さん、本当にちょっと裁判団になりましたね。また大林さんのそのお話を伺いましょう。5対2、成城高校が第2セットこの立ち上がりリードをしています。正常サイドの大林さん、はい、お話途中になりましたが、ええ、竹地、今年の竹地はどういうふうに見てますか。やはりセット前も言ったんですけど、僕は引き立て役だからっていうことあるんですけど、ええとんでもなくやっぱり一番引っ張ってるのは彼なんです、ええ、やっぱり親元を離れてずっと寮生活をしてまして、愛媛から来たんですよね。そうなんです。その時に一番支えてくれたのがチームメイトである竹内監督だと、はい、その恩返しのためにね、僕は今日勝って恩返しをしたいっていう思いがすごく出てますよね、はい、そのメンバーで日本一そこにたどり着きたい、その思い一心で愛媛からやってきた武志でもあります。迫田のスパイクはワンタッチはありません。さあ第2セット、成城高校が4ポイントリードしてきました。第1セットは20点間際まで互角の攻防で試合は推移してきましたが、山崎のパワーサーブ、なんとかセッターに返した。左手でプッシュしてきました迫田です。石川バックライトだからバックアタックの形になりましたが、これはアウトになりました。助走がちょっとできなかったですよね。そうですか、しょうがない、こういう時は。はい、ただ石川の第1セットの決定率が、川合さん、はい、ちょっと信じがたい数字が上がってきて、84.6% という数字が上がってきました。そんな数字はないですね、全く石川止まってません。バレーの攻撃 の数字じゃないですね。大概ね、50% 前後、強くて78% ぐらいですよ。第1セットで実に 84.6% という数字を残した石川、ここでもまだこの第2セットに入っても 70% オーバーの数字をキープしています。ネットになります。流れは B クイックを神谷で使います。ちょっとネットにかかりましたスパイクの打球です。レフトへの速いボール、拾った川口だ。また川口のファインプレー、そして切り返した坂田、石川が川口だ。そして打ち直していって田口だ。いや、拾った一連生のくすぐらい。最後は津田が打ち切れませんでしたが、今のは難しいですね。やっぱ後ろからですからね。いや、それにしてリベロ、このプレーです。ワンハンドで、ね、味方のいるところにレシーブしたボールが飛ぶっていうのが大事なんですよ。触るのはできてもね、味方にいるところちゃんとしっかりねボールを渡しますからね。成城のメンバーはみんな大学に進むんですが、この川口だけは V リーグ豊田共生トレフェルサに進むことが決まっています。一足早く実業団の世界に進んでいく川口、絶対守護神として成城のコートに君臨しています。その川口からのボールを託されていくのがこのエースの石川、まだ 70% オーバーの数字をキープしています。第2セット8対4、王者成城リードでテクニカルタイムアウトです。オッケー、いいぞ、ディフェンスがいい、ディフェンスがいいよ。
絶対王者が第1セット以上にこの第2セット徐々に力を示し始めています。第1セット25対21、この第2セットは最初のテクニカルタイムアウト8対4、王者成城が4ポイントリードでまずは迎えました。そのテクニカルタイムアウトが解けて武智のサーブ攻め込んでダイレクトヒット、石川です。ブロック2枚、レフトにつくがブロックアウトはブロックポイントです。ブロックポイント、真下にブロックしましたから、吸い込んだかなと思うかもしれませんが真下ですね、はい、去年も1年生のエースとしてコートに立っていた迫田、1年越しの成城へのリベンジを誓ったこのコートですが、ここはブロックポイントに合いました。9対4成城5ポイントリード。成城のサーブが山本さん、はい、1セット目よりもハードヒットしてきましたね。いやもう本当に攻めてますんで、鹿児島商業の方がレセプションが返ってなくて、はい、サイドサイドの攻撃になってるんですよね、その分であのマークしやすくなってますね。ちょっと手押されてきてますかね、成城のサーブの前にブロードを使ってきた。神谷のワンレッグ攻撃、この神谷のコンビはこれはあるいは今大会初めてかもしれません。見せてなかったですね。いやどれだけの引き出しを持ってるんでしょう成城高校のメンバーたち。実は川井さん、成城高校はあのフォーメーションも3つありますし、はい、各選手最大の武器を持ちながらいろんなバリエーションをもう数えきれないほど持ってます。だからね、そういうね一つの世代をの、ね、はい、トップに立つチームっていうのはね、やっぱりいろんな選手が何でもできたりするんですよね、器用だったり不器用な選手がいないっていうのがね、はい、強みですよね。その選手が一堂に会したこれ、はい、しかも武智以外全員愛知県の出身ですから、はい、奇跡の世代ですよね、このメンバーたちは ね意外とねそういう世代を中心にね、全日本あのシニアの方ですよね、はい、形成された時に本当にあの強い日本代表になったりするわけで、はい、彼らが中心になるぐらい、だから2020年 ね、 そうですね、中心になっていったら強いあのダンスバーになる可能性ありますよね、はい、しかしその成城からここはワンタッチアウトを取りました1年生の楠見、去年はテレビで見ていたそうです。鹿児島商業の先輩たちがすごくかっこよくて憧れたというふうに話をしていました。来年はテレビの向こう側、自分がセンターコートに立つんだ、その思い一心でやってきた楠見、レギュラーを勝ち取ってのこの決勝です。11対7、4点差、中根から時間差、石川です。中根から石川へのラインが決まりました。こちらも超今超高速でしたね、早い時間差でしたね。これ中根と石川は実は小学校からずっとコンビを組んできていまして、ですから今日が実はラストコンビなんですね。石川は中央大、中根は筑波大に行きます。そういった意味での思いも強いと話していた石川と中根です。ラストコンビになります。試合運びはね、ブラジルのナショナルチームみたいですね。ああそうですか。あのね、あまり最初サーブ思い切るってことないですよ、ブラジルはね。そうですね。でだんだん強くなってくるんですよね、はい、成城もそうですね。最初そんなにこのサーブが緩かったかなと思ったんですが、はい、どんどん強くなってきますね、山本さん言われて納得のところはありますか、はい、その辺は。そうですね、やっぱりあの第一の一周回るまでは様子を見て、二両手目からも一気にどんどん加速してくるから、終盤になればなるほどサーブが強くなってくるのがブラジルなので、そこに似てますよね。それができる今の成城のメンバーたち、このメンバーたちが2020年、あるいは日の丸を背負って日本の真ん中に来るかもしれません。その中軸の一人でなることが期待されているこの武智、去年はディフェンスメインのプレイヤーだったんですが、攻撃力がついたことで石川の体格のレフトに配置することができるようになりました。それによって成城はますますパワーアップしてきました。さあそしてピンチサーバー10番の滝沢、成城伝統の掛け声をかけてサーブを打ちます。1点取るぞ、1点取るぞの声にスタンドが大きく沸いて、それを鹿児島商業どう対応していくか。切り返した成城高校、竹内がレフトに開いていってブロックアウトを取りました。うまいですね、高いところでね打つんだね、ブロックの手が上向いちゃうんですよね。試合を通して通過点、高さが落ちないようにすることを石川の体格に配置されたことで心がけてくる、そういうふうに話をしていますね、絶対に打ち下ろさないようにしようというふうに竹内は考えているそうです。やっぱりね、いろんなプレーに石川君という、ね、選手が、ね、影響を与えてますね。そうですね、その石川に憧れて愛媛からこの成城高校愛知県にやってきた4番の竹内でもあります。さあ鹿児島商業もキャプテンの清田が入ってきました。
大山さん、この選手がね、実は鹿児島職を支えてるんですよね。そうですね、あのアップゾーンにいる間も前の上になって常にコートに声をかけていますし、そうですか、11番のカリア選手ももう休む間もなく、はい、とても大きな声をコートにかけています。全員で戦う、まさに全員バレー、その言葉が最も合うのが鹿児島商業でもありますが、しかしその鹿児島商業の前に立ちはだかる絶対王者の壁、ブロックポイントが決まりました。これも強烈なレシーブ、今石川でしたかね。そうですね、何でもできるトータルファイターの石川、そして仕留めていったのはパワースパイカーの山崎、その山崎のパワーサーブがこれからやってきます。山崎、あ、返しました、鹿児島商業返せばこれができる、しかし、あ、決まりました、決まりました、ワンタッチがありました。山本さん、やっぱり返せばあれができるんですね、はい、そうですね、もうセッターに帰れば本当に日本一速い高速バレーで、いろんなバリエーション持ってますから、はい、本当にあの楽に決まりますね。正常のブロックも川上さん、必ず時間差プレイヤーには1人ついてるんですが、そうですね、まあ、1人だとなかなかねブロックしづらいですよね、はい、ここは簡単に切り返していった王者成城高校です。16対11、第2セット5ポイントリードしています成城高校です。伝説を作ってきた最強世代のラストイヤーです。竹内監督も年末頃からいよいよ最後なんだなと実感するようになったと話をしていました。選手たちは断るごとに最後なんだと声を掛け合って気持ちを作ってきたそうです。今日で朝練最後、学校でやるのは今日で最後、そんな言葉を交わし合ってここまでやってきました。そして今日が本当の最後です。その最後で6冠達成、成城高校、その成城へリベンジを誓うのは鹿児島商業。去年も1年生エースとしてコートに立っていた4番の迫田です。お兄さんの龍一郎さんが一昨年のベスト4メンバー、お兄さんは決勝のコートに立てませんでした。弟の迫田博選手はここまでやってきました。あと一つ、その一つは成城へのリベンジがかかった鹿児島商業。 B クイックは神谷です。神谷の決定率も山本さん本当に高いですね。そうですか、早いですし高さもあるんですよね、でなおかつ落とさないので、はい、その辺がもう本当ブロックつけないですよね、はい、これローテーションによっては実はあの神谷ウィングスパイカーの役割を果たすフォーメーションもありますし、バリエーション豊かな選手でもありますね。さっきちょっと高い1セット目かな、高いとちょっと打ってましたからね、1本ね、はい、そうですね。13番の北山が成城高校サーブで入ってきました。5ポイント差です。追いかける鹿児島商業、あ、レセプション乱れた、成城高校のブロックが待っている、そのブロックをここにポジショニングしていました。はい、ただばかりの北山ですが、しかし大きく跳ね返ってきたボールは鹿児島商業が落としていきました。ちょっと綺麗に返そうとしすぎましたね。そうですか、このボールです。よくポジショニングは見事でしたが、その後のボールでした、ちょっと大きすぎました。鹿児島商業のポイントです。17対13、4点差。先ほど変わっていた薬が前衛で戻ってきました鹿児島商業です。エイクイックを使う佐藤、いいですね。この佐藤だけが唯一今年からレギュラーに入ってきたメンバーです。ですから川合さん、はい、自分が入って負けたとだけは絶対に言われたくないはずですね。それはそうでしょうね、まあ、ある意味一番必死なのはこの佐藤選手じゃないですかね。そうですね、去年はあのポジションには卒業した山内先輩が入っていて、その山内先輩の背中を見ながら自分はこの先輩を超えるんだという思いで5番の佐藤はやってきたそうです。ここは石川のブロックポイントが決まって鹿児島商業6点ビハインド、タイムアウトです。はい、楽しみが楽しみです。次のセットを繋がるよ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 。次のセットを
押したろ、お前。押して。ほら、あげろよ。まだ終わってない、ここから追いつけ。ここから、ワンチャンスだよ、ワンチャンスだよ。ここから。はい、オッケー。よし。準決勝まで残った時、目標はてっぺん。ここからが本当の挑戦です。そう選手たちは話をしていました。過去どうしても超えられなかったベスト4の壁は今年ついに突破してきました。あと一歩です。その一歩を超えるために1年間やってきました。一昨年からベスト4で止まったままの OB たちの願いも背負っている鹿児島商業。このメンバーたちでその OB たちの願いも背負って打倒成城を誓います。さあタイムアウト明けの切り返しはセンター線で切ってきました。長めの B クイック、6番の松島です。サイドの速さを生かして、あ、8分の7ですか。あ、高いですね。ですからこれやっぱ真ん中使えるとか、川合さん相当決まってるんですね。決まってますね、クイックね。ここを使えるシチュエーションに持っていけるかどうかですね。そうですね、サーブがあの、やっぱり成長良くなってきましたんでね、はい、なかなかこのセンターからのクイックを使える状態じゃないんでしょうね、まあ、はい、だから逆に言うとちゃんとサーブレシーブ返せば鹿児島商業がね、はい、レセプションしっかりしたらまあ決まるってことですよ。そのレセプションですが、石川のビッグサーブを返せない。アウトだ。アウトになりました。アウトになりました。石川の高校ナンバーワンサーブが来ましたが、これがアウトになりました。森さん、ダイレクトスパイクです。はい、どうぞ。あの鹿児島商業なんですけども、やはり正常の強力なジャンプサーブ対策として、はい、サーブマシンをなんとアタックラインの付近に置いてですね、練習を積み重ねてきたそうです。アタックラインから打った。これ相当相当な球の練習をしてきたんですよ。どうだね、全日本でもそんな距離がやりますけど、サーブ対策でやったことないです、まあ、見たことあんまりないですよ ね、 ですね。スパイク対策とそれはスパイク対策ですよね。それだけやっぱり正常を意識してこのコートにやってきてるんですね、鹿児島商業。いやー出た。いや、それを打ち砕いていくパワースパイクの山崎孝也。成城高校メンバーチェンジです。サーブで入っていた北山に代わってコートに戻ってきました神谷です。まあ、それだけ鹿児島商業は成城を意識して今大会やってきています。ここはフローターサーブです。佐藤のサーブを返して、決定率が高いセンターセンターマンマーク呼んでた。神谷のマンマーク、サウスポーセンタークロスで止められました。ここまで来たらもうね、しっかり、あ、サウスポーのクイック、はい、左肩の上に前にね手を出そうってね、しっかり考えて今ブロックできましたね。となると次セッターどうしますかね。難しいですよ。あーとか、あーっとアウトになりました。アウトになりました。佐藤のフローターアウトになりました。6ポイント差です。史上初の6冠がかかった成城高校、1セット目以上にこの第2セットは鹿児島商業を圧倒しかかってはいますが、しかし鹿児島商業もこの成城一つを目指して今大会臨んできた意地があります。中根はどうする。ブロックだ、ブロックだ、いや、ブロックフォローだ、ブロックフォローだ。実は成城はディフェンスのチームだというのが竹内監督の考えで、1球目が早い、1球目の直線レシーブ、パスが早いですね。このセッターの入る前のボールの速さです ね、 ね、チャンスボールレシーブしてから打つまでもう1秒もないんじゃないですか。速かったですね。速かったですね。あのネットの白い帯の部分、白帯目指して直線的に1球目返球してくる鹿児島商業、あれが成城を倒すための一つのポイントとして鹿児島商業は磨いてきた、この1年磨いてきた部分でもあります。まあ、相手のレシーブ、まあ、守備陣がね、整う前に打ってしまおうというそういうことですね。あの成城のパワーと高さで対抗するには速さしかない、そう考えてきた鹿児島商業です。7番のベニセが入ってきました成城高校です。ですからこのレセプションも1球目いかに直線的に早く返して早くスパイカーが打つか、打てるかどうか。ただし相手はパワーサーブです。このボールは上に上げざるを得ない。回り込んできた、田口は拾いきれません。津田のライトからのアタックが決まりました。23対18です。ワンポイントブロッカーベニスがベンチに下がります。センターの流れが入ってきました。さあ鹿児島商業5点を追いかける立場で津田のサーブ。ただこの津田は中学時代は全国準優勝を成し遂げている選手でもあります。中学時代自身もあと一歩で全国の頂点に立てなかった思いも背負っている選手ですが、神谷のスパイクがアウトになりました。鹿児島商業のポイントです。珍しいですね。そうですね、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけ、まあ、トスが高かったかもしれない。はい、まあ、
ターンを打つコースもあって、ターンにしっかり打ってますから、まあやってることはいいんですけど、ね、ちょっと合わなかったかな。こういう時中根はもう一回大体神谷を使ってきます。いや、サーブで崩した。まずはサーブで崩した。ラリーになってちょっと難しいところですが、さこでハーフスパイクです。石川が拾ってアンダーロス、これをピンポイントで上げていく川口の凄さ。あのボールをピンポイントでスパイカーに配球していく川口の技術の高さです。それをまたあの長いコースにね、こっからです。ここから長いコースに打つのはもう本当に相当練習しないと無理ですよ。あの2本目3本目これが正常の強さなんでしょうね。セットポイント24点目バックトスからバックアタック、ノーマークだ、ノーマークだ。実は正常は今大会相手のバックアタックに対してはブロックを飛ばないノーブロック戦法を敷いてきています。ディグレヒローという正常の極めて大胆なディフェンスシフトなんですが、まあ、ブロックに変に当たってコース変わってレシーブしづらくなるんだったら、もうブロック飛ばないでくださいと、僕ら守備がいいですからってことですよね、ここで1本バックライトを使いました。まだそんなに今の試合出てませんので1本目だと思います。そうですね、もっと見せていいと思いますけどね。あれが次のセット以降鹿児島商業1つ突破口になるかもしれませんね、1つヒントは見出して終わった第2セットという形に余震は落としたとしてもしておきたい鹿児島商業。中根はビークイックを使いました。最後は神谷で決めてきました。第2セット25対25点差。さあ大量達成まであと1セットとなりました。いよいよ大記録が目前に迫ってきました。あと1セット取れば2年連続の3冠6冠達成です。しかし鹿児島商業成城を倒したい一心でここまでやってきました。鹿児島商業の反撃はあるか、それとも成城高校がこのまま押し切っていくか。ジャパネット杯春の高校バレーいよいよ3セット目に入ってきました。このセット最初のポイントは成城高校です。 B クイックを使う川口拾った。川口の反応、石川が上げて山崎というパターン。実は川さん、石川という選手はセッターもやってるんですね。あのねいろんなことをやっぱりできる人たちが多いチームが強いっていうのが典型ですね、まあ、今は流れというよりもたまたま来たボールかもしれませんが、実はこれニュースでは数セッターを組んだりなんかして、石川のそのバリエーション、懐の増えすぎ方っていうのはこれから日本の大きな武器でもありますね。V リーグだったらね、なんかあり得る話かもしれないけど、高校生でね、結構3人ぐらいがなんかみんなセッターみたいなチームでなかなか作れないですよね。竹内も実はできますからね。そうなんですよね。セッター3人いるみたいなんですよね、ちょっと乱れました。ここはレセプションから珍しく石川乱されていきました。2対2です。さあ山本さん、第3セット鹿児島商業が挽回していくためにはポイントとしてはどこにありますかね。そうですね、サーブルシールがちょっと崩れてますので、そこをしっかりと速いサーブを返してもしっかり返していって、コンビを組むということは重要ですよね、コンビさえ組めたらしっかりと戦えてますから、そこが重要だと思いますね。センター戦の決定率は実際数字も高いですからね、鹿児島商業。そうですね、本当に 80% ぐらいあるんじゃないですか、ただ目の前これから受けるサーブは石川のサーブ。バックライン付近からサーブマシンを使って練習してきたという鹿児島商業のリポートが大山さんからもありましたが、ここは石川のサーブがアウトになりましたが、しかしこの選手が怖いのは2ローテ目3ローテ目のサーブの方が入ってくるというところです。そうですね、思いっきり打ったサーブが入るっていうね、素晴らしいですね。去年も優勝のビクトリーポイントは石川のサービスエースでした。1年生くすみのサーブはアウトになりました。サーブで攻めなければならないというのは山本さん、鹿児島商業の方も同じではあると思うんですかね。そうですね、やっぱり普通に打ってしまうと普通に返されて、もうクイックだり、もういろんなバリエーションで切られますから、本当に単調にさせるのが一番いいですね。体格で劣る以上全ての分野において決定率、それから返球率、つなぎの部分、成城高校を上回っていくしか鹿児島商業に勝機はありません。第3セット4対4サウスポーセンターの黒瀬、一つキーポイントになっているプレイヤーでもあります。ケンスプロスは高いですから ね。第2セット終盤ちょっと神谷にマンマークでやられました、石川拾った、そして竹内だ。あそこに持てるスパイカーの凄さってのは山本さんどうなんでしょう、いや僕もものすごく練習したんですけども、あの長いコースっていうのはここですね、本当に
10本打って2本いくかどうかぐらいのコースなんですよ。そういうことなんですか。簡単そうでなかなか、ね、いかないんですよね。あそこに打てることによって竹地を石川の対角に置けるようになって攻撃力が増した、はい、というのが今年の成城高校のちょっとパターンでもあります。まあ、あそこで打ってることによって本当にブロックでシャッとされることが減るんですよ、当たっても高く返ってくるんでリバウンド取れますから、はい、そのリスクが減るんですよね、はい、5対5。第3セットはしかし追いかける鹿児島商業もここまでは互角の展開。時間差マークのブロックシステムですが、しかし竹地がレフトから打ってきました。このセット、まあ、最初山崎を、ねはい引っ張っていって次は竹地、そしてまた石川が出てくるとね、まあ、本当各セットによってね、成城、はいはい、はね、なんていうんですかね、ラッキーボーイがボンボン出てくるんですよね。もう全員ですからね押し込んでいく、まあ、ラッキーと言っちゃ失礼ね、はい、実力のある選手がね、はい、実力を発揮するってことでしょうね。ただね、これもうどのチームも成城をマークする中で、はい、研究し尽くしてされている中でここまで勝ち上がってくる凄さっていうのがありますね、やっぱり成城には。そうなんですよね。どのチームも全部ね、誰がどこからどういう風に打ってくるってもう知ってて戦われますからね、はい、実は国体の福岡県選抜代表戦では2セットダウンという窮地も味わった成城高校なんですが、かなり研究された一面も味わった秋の国体でもありました。しかしその国体も制覇して6冠まで残すはあと1つとなっている成城高校です。この2年間高校バレーを席巻し続けてきた史上最強メンバーのラストマッチです。第3セットも8対5、3ポイントリードで成城高校がリードしています。六冠への思いもそうですが、このメンバーでのラストマッチということに対する思いを選手たちは強く抱えています。セッターの中根はこのメンバーが集まれたのは奇跡だと話をしています。リベロの川口は一足早く V リーグに進んでいきますが、他のメンバーは大学での戦いにこの後舞台を移していきます。そしておそらく4年後はそれぞれに V リーグのユニフォームを着てしのぎを削っていくはずです。そしてさらには V リーグ各チームに移っていった六冠達成の伝説のメンバーたちが今度は日の丸のもとに一堂に会して戦う、そんな日が来るかもしれません。今日彼らが目指す六冠は高校生活のラストマッチでもあり、そんな夢への出発点でもある一戦でもありますが、その成城への思いと、しかし勝ちたい思いは鹿児島商業も同じ。第2戦の最後にバックアタックを見せた成城高校は川口のスーパーレシーブ、エース石川が打つ、大浦坂がしっかりナイスパスをしていきました。川口の粘りも及ばず、川口この今のプレーで4回ですよ。川口川口川口、しかし鹿児島商業の大浦坂のあの2本目のトスも鹿児島商業の得点を生み出していきました。2位になった時の川合さん、両チームの精度の高さってすごいですね、この試合は。まず自分のポジションに来ないと思ったら動くんですよね、はい、しっかりと来るところを読んで、いやいいですね森さん、はい、その川口選手なんですけれども、やっぱりこうとにかくね、自分が上げに行くというか人のところまで取りに行く気持ちでいるんだって常に言ってるんですよ。そうですか。やっぱりリベロとして全日本の長野選手みたいにね、やっぱりみんなに気を配れるように全部拾えるような選手になりたいと言ってましたけど、今日も本当にあのベンチからもそしてコートの中でも本当に彼がねチームを盛り上げてるなって感じがします。去年までは自分のプレーが第一だった、今はどう周りに気持ちよくプレーしてもらうか、それを考えているというふうに川口は話をしています。高校ナンバーワンリベロの呼び声を欲しいままにしてきた川口、卒業後はトヨタ合成トレフェルさん、このメンバーの中で一足早く誰よりも早く V リーグの世界に飛び込んでいきます。その川口が支えていく成城高校のメンバー、10対7、3点差。さあこの成城のサーブを返して鹿児島商業はどう組み立てるか。時間差でくる津田、津田の時間差が決まりました。このセットに入っても1本先ほどラリーの中でこの津田はバックローテーションでバックアタックも見せましたし、競り合いの中で自分たちがやりたいことは川合さんちょっとずつ出てきてると思うんですよね。いや十分ね、鹿児島商業はね、持ってる力発揮してますよ、はい、
実際今も 59% の決定率ですから、はい、サイドとして大変な数字です。いや石川がとんでもないところにボールを落としてきます。手元の集計で今のスパイクポイントが20点目この石川、分かってても止まらないんですからね。そうですね、最高到達点が3メートル45というこの世界高さはもうすでに全日本級です。時間差でくれ、1年生の久住が入り込んできました。レセプションと攻撃の安定力を買われて1年生からレギュラーに抜擢されてきました。さあそして1年生が決めれば3年生が頑張らないわけにはいきません。3年生清田和真キャプテンでもあります。去年はリベロとしてディグ担当でコートに立っていた清田、今年はサーブ、このサーブからチームに貢献していきます。崩した崩した、鹿児島商業3枚ブロックチャンス、おーやってる、帰ってきました。成城高校もう一回オフェンスです。山崎パワーヒットだ、飛ばしますよね去年よりミスが減ったという山崎。いやミスほとんどないですよ、この、まあ、決勝に関して言うとね、はい、森さん、はい、ただねお前だけ去年から成長してないって山崎選手がいらっしゃっているので、僕の力で勝ちたいんですって言ってましたね。あ、なるほど。実はね去年はプレッシャーに負けてしまったというふうに決勝の瞬間を振り返ってましたけども十分勝ちたいですよ。十分にね、十分ですよ。確かにそうですね。さあ13対9、4点差鹿児島商業、このセット最初のタイムアウトを要求しました。まだ終わったよ、まだまだまだ終わったよ。この東京体育館で史上初の大記録、2年連続の3冠は成し遂げられるのか。第3セット13対9、 1、2セット練習している絶対王者成城高校がこの第3セットもここまで4ポイントリードしています。鹿児島商業が1回タイムアウトを使いました。佐藤のサーブダイレクトで返ってきた、サーブで崩してダイレクトスパイク、完全に成城のパターンになってきました。鹿児島商業レセプションを固めていかなければなりません。サーブで入っていたキャプテンの清田がベンチに戻ります。1年生の久住がコートに戻ってきました。久住が1年生ですけれども、東京体育館のコートはレシーブが返しやすくてびっくりしましたという、はい、凄まじい強心臓ぶりを話してくれましたが、ここはレセプション乱されました。いやーワンチャンですかね、クロスじゃないですか、ね、来ましたかね。見てみましょう、双子田です。正常の高いブロックに対してクロス側、ね、いやだからね、鹿児島少女もね、はい、もしこの世代じゃなかったら、正常がいなかったら、そういうことかもしれませんね、もう本当に強い、はい、ダントツに優勝するようなチームかもしれない。さあリベロ大浦坂拾いました。そしてバックトスからバックアタック、またノーブロック先頭だ正常高校。あのバックアタックに一つ活路を見出したいと思うんですが、切り返されて竹地です。ノーブロックにしてても、全部拾ってるんですよね、成城高校がね。ここです。バックアタックに入った瞬間、成城のレシーバーに今全部下がってディグで拾って切り返すという、はい、まあなんと大胆な戦法を取ってくるんだろうという、はい、ブロックでちょっとワンタッチとかして邪魔をしないでくださいっていうね、僕らレシーバーはいいですからっていう感じですよね、はい、ここはしかし引いてきた、引いてきた、決定率が高いコース。15対11、4点差。このラインを山本さん大事にしたいですね、はい、そうですね、やっぱ左利きってのもありますし、はい、早いですね、早い打ち出しが、はい、ブロック完成するまで打てますから、はい、183センチのクロス、決して全国のミドルとしては高い選手ではありません。あ、これはマークにつけなかった、意表をつかれたバックライトからのバックアタック、正常も出してきました。16対11、2度目のテクニカルタイムアウト、絶対王者6冠達成、いよいよその時が近づいてくるんでしょうか。いや、もっともっと、you
2年連続の3冠がかかった成城高校です。選手たちはしかしその大記録よりもこの強かったチームが今日でラストという思いを一番に抱えてこの決勝に向かっています。竹内監督にも今日で最後っていう寂しさがありますかと聞いてみたんですが、僕は東京オリンピック開催が決まった時点で今のメンバーに対して僕の楽しみは2020年まで伸びたんです。今はとっとと上の世界に行ってくれ、そんな思いでいるんですよ、うん、竹内監督はそんな話をしていました。石川君あたりも今年に全日本入れてもいいと思うんですよ ね、 そうかもしれませんね。本当に2020年まであと6年、この伝説のメンバーたちがこの先どうなっていくのか、山本さん本当に楽しみですね。そうですね、今のでもね、こう竹内君がトスを上げて石川君が打つというね、はい、あ、はい、普通のコンビをやっちゃってるんですよね。そうです、セッターからの配球じゃないですからね。そうですよね。しかもこれを練習してきてるという正常のバリエーションの多さ、このメンバーがそっくりそのまま6年後あるいはジャパンのユニフォームを着てる、そんな夢みたいな話が実現することもあるのかもしれません。石川が押し込んでいきました。18点目、7点ビハインドとなったところで、しかし成城の前にリベンジを誓う鹿児島商業、このセット最後のタイムアウトを使います。カオカオカオ、6年後は東京オリンピックでもありますが、実は鹿児島国体の年でもあります。今の高校生が日本一になってくれて、そこから将来活躍してふるさと選手として6年後鹿児島を日本一にしてもらいたい、そんな思いを監督スタッフ陣は抱えています。高校で頂点を取るという経験を鹿児島に持って帰ることがまた次の世代につながるんです、そんな話もしていた鹿児島商業の監督やスタッフたち。そして一番のモチベーションは過去どうしても超えられなかった成城のこの壁。ただしここはやはり成城強し、ブロックポイントで19点目を掴んできました。パワーサーブが来る、津田が返してバックアタックは使わない、ブロック1枚マーク石川、レフトに持ってくる、ブロックは2枚、丁寧に繋いだ、あっとこれはトスにはできません。チャンスになるか、大浦さんアンダーで、さあノーブロックだ、ノーブロック、あくまでもブロックに問わない成城高校のディフェンスシステム、ならばとばかり津田が打ち抜いてきます。全然届きないですよね、下がっちゃってますからね、ただ津田はだからこそ実は打ちにくいところもあって、うん、力んでしまわないように気をつけたいと話をしていました。そう、普段ねブロックある選手だと、いきなりないとどこ打っていいか分からなくなるんですよ。そうですね、ブロックポイントだ、ブロックポイントだ、いやよく今ブロックできたな、コミットでね山をかけてしっかりでしたね。180でも戦える、175でも戦える、そういう夢を鹿児島の選手たちに、鹿児島のみんなに持ってもらいたいんです、そんな話を徳重監督は話をしていました。あいあい、鹿児島の元に集まりし小さなエースたちが王者成城に立ち向かいます。それを打ち抜いていくのが絶対エース石川、誰もが認める高校ナンバーワンプレーヤー石川、伝説の締めくくりに6冠という大偉業を成し遂げて、さらに上の世界へと進んでいくんでしょうか。さあそして滝沢の掛け声です。その1点は2年連続3冠へ徐々に近づいていく1点となります。もうコンビを終始できていれば、勝機は、ね、鹿児島商業にもあるんですがね、はい、ちょっと点差つけられたんでね、はい、ここはあとこう逆転するとしたらもうサーブで崩してワンタッチ取って切り返しですよ。そうですね、こうサーブが良くなったらもう逆転できないですからね。もう受けたらダメですね鹿児島商業は、はい、あ、帰った、しっかり返した、2年の川口が返して石川が来る、25点へ向けてのカウントダウン、エース石川が舞い上がります。圧倒的な数字を今日も残しています。第1セット終わった時点で 80%、 2セット目以降も 70% 以上、今もまだ 70% 以上という信じられないような数字をキープしているエースの石川、
時間差が来る。その正常を倒すためにこの時間差、あるいはスピードを磨いてきました。もう A キックぐらいですね。A キックですよね。早い時間差、このタイミングで入ってくるわけですから、なかなかブロックがつけないですよね。よくやっぱりさすが正常、少し対応できてましたからね。それに山本さん、はい、鹿児島の選手の絆がすごいんでしょうね。あれ信じて入ってこないとできないですからね。そうですね、本当にセッターの片野坂選手のトスを信じて、はい、もう一定のタイミングで入ってますからね、はい、ちょっとでもずれたらおしまいですからね、この時は、ね、鹿児島の選手は、はい、山崎のポイントが決まりました。パワーエースの山崎、卒業後は早稲田大学に行きます。この選手もおそらくこの先間違いなく V リーグへとは進んでくる選手だと思います。ね、はい、能力相当ありますからね、はい、さあ石川のサーブ崩した。正常のブロックが立ちはだかってくる。ワンタッチに乗った中根が走っていく。中根から竹下、中根は言っていました、僕の身長ではあるいは代表というのは厳しいかもしれない、ただ自分のトスでオリンピアンを生み出すことができる、僕がトスを上げていった選手が将来日の丸を背負うことになれば僕の中のオリンピック出場の夢は叶うんです、そんな話をしていました。中根のトスを受けた竹地があるいは石川がこれから日の丸を背負っていくことがあるかもしれない。シーケンクラー、1秒でも長くこのコート、この試合見てて思うのはね、両セッターのミスゼロですよ、ほぼ。やっぱり、ね、セッターにチームが強いんですよね、はい、この片野坂もベストインターハイのベスト6セッター、うん、実は去年前監督の田代監督には最も怒られた選手だそうですが、中根から竹地ブロックワンタッチほぼ1枚です。津田が止めて、さあ時間差でくれ、相手に流れ込んできました。土壇場の意地を見せます。久々に出ましたね、鹿児島商業らしいコンビバレー。そうですね、はい、ハートも強くピンチでも笑っているというこの津田、正常に立ち向かいます。しかし王者正常は23点目を握っている。切り返しはどうか、石川から竹地でくる、アウトだ、わずかにアウトになりました。ちょっと力入ったな、わずかにアウトになりました。やっぱあと2点だと思うとね、ただ史上誰も成し遂げたことがない2年連続の3冠まであと2点なんです。しかしその2点はこのメンバーで戦う時間が終わることを意味します。その瞬間日本一に立っていることができるか。さあ24点目、成城高校いよいよ2年連続3冠の瞬間がやってきました。次に灯す1点の向こうに伝説が広がる。ついに今年も成城のもとに集いし星のきらめく立場、ただの一度も負けることはありませんでした。いよいよ6冠が目の前に迫ってきました。誰と行くか、成城はラストの1点、いよいよ6冠、石川のお母さんもスタンドで見つめています。史上最強チーム石川だ、今伝説、アウトか、疲れが、石川のバックアタックはアウトです。相当突っ込んだね、体がありましたね。あるいは少しでもメンバーとバレーをしていたい、そんな神様からのちょっとした糸場かもしれませんが、もうワンプレーできますからね、これね。さあ、さあまた石川いった、伝説の試合、成城高校史上初の2年連続三冠達成、セットカウント3対0、今愛知の星のきらめきたちが伝説となりました。